写真拡大。巨人北村匠海内野手24が4日日本ハムとのオープン戦札幌ドームに5回の守備から出場。9回1の第1打席で左前打を放ち、オープン戦初安打をマークした。なんとか食らいついていった結果、1本出てよかったです。続けていきたい。北村は春季キャンプを1軍スタートながら途中でファームに降格。しかし実戦でアピールを続け、2月29日から1軍に再昇格していた。レギュラーが固定されていない1塁の定位置ダッシュへ結果を残して殴り込みをかける。